の衆とは言ったものの、よくもまあこれだけの数をかき集めたもんだぜ。だがここを抜かれりゃレスターは終わる。さあ僕の出番だ。僕が力になってみせよう。よし、やっちゃうよ。あたしと一緒に行こう。この手を試してみるか。俺も手を貸そう。これならうまくいくはずです。覚悟を決めて。よし、一方での筋肉。何としても敵の大将を討ち取らないとな。まずは本拠地付近の敵を一掃し、敵を押し戻すのだ。メリノの見せてやれ。少し休んでて。ここだな。後ろに下がる。少し休んでて。攻めて攻めて攻めまくれ。前回と同じようにはいかんぞ。兵を惜しむな。一気に押し潰してしまえ。力押しで我らの本拠地を落とすか。みんな、ここは踏ん張りどころだぞ。負けるか。前線の敵はなんとかなるかもしれませんね。私に任せておけ。援護が本拠地は守りきったな。増援の敵将は南北に陣取っているな。前回と同じ手は食わんということ。今こそ好機。それならこちらも新しい手を使うまでだ。砦を奪って呪しを上げてくれ。呪し、なるほど。それで敵をおびき寄せようというのだな。砦から呪しだと見えすぎたな。そんな誘いに引っかかるものか。おっと、始まったか。お前ら、手はず通りに準備しとけよ。これで2カ所からのろしが。でもまだ敵に動きはありませんね。よし、攻め取っちまいな。一気火星に攻め立てろ。
後期行くぞ。私に任せておけ。砦からのろしが上がったようだな。敵陣からもよく見えているだろう。のろしな。私に任せておけ。一つ試すか。などに惑わされるな。数で敵を圧倒しろ。敵が増えたみたいですけど。連携しろよ。クロード君。私に本当にこれで大丈夫なの？テレア。二人で決めちゃうわよ。あなたたちを負けよ。ああ、上々だよ。次は北を攻める。でも世界決定。何が起こるかを楽しみだ。おとなしく降伏した方が身のためださ。ナデル、のろしは見えたよな。こっちはいつでもいい。お前らはどうだ。待ちくたびれたってんだよ、坊主。さあ、追っ始めようか。シャハドさん、私に任せておけ。一つ試すか。あ、ナデル将軍が離反したようです。やつめ、敵に通じていたというのか。許さんぞ。ナデルを撃ち取れ。作戦の軸を折られるわけにいくかっての。みんな、ナデルを守り抜いてくれ。おいおい、誰を守り抜くって。この俺が負けるとでも思ってんのか。なんせ百戦無敗だもんな。だが万が一ってこともあるだろう。私に任せておけ。一つ試すか。今こそ。これっ思った以上に状況は悪いようだ。一度下がって立て直すしかあるまい。ここで逃がせば後が厄介だ。敵の大将を絶対に逃がすだよ。
退するまで手下の攻撃を食い止めておけ。私に続いて、テラ二人で決めちゃうわよ。あなたたちの負けよ。だがこの程度で潔く引くほど諦めのいいやつじゃないと思うんだが。遠慮だよ。前線の兵はひるまず攻め立てろ。敵に手を向けた者は切り捨てろ。今こそ好機、これならば阻めまい。今こそ好機、私が援護に回ろう。私に任せておけ。援護が必要。戦える日が来たな。おうよ兄弟、派手に暴れてやろうじゃねえか。かの地、敵に渡してはならんぞ。連携するわよ。私に続いて、二人で決めちゃうわよ。あなたたちも負けよ。砦を守るか。問題なかったわね。私に任せといて。よし、細っぽい筋肉でやるじゃねえか。フォドラの臆病者ども、貴様らごときにこの俺が撃てるものか。ならば勇敢なるファルミナの選手、この私が臆病者かどうか試してみるがいい。必ず攻め落とすわ。後ろに下がれ。
今こそ好機。これならば阻めまい。私に任せておけ。一つ試すか。これならうまくいくはずです。覚悟を決めてやってみ。よし、いっちょやってやんぞ。お手の筋肉にできねえことはねえ。私の出番。せいやエンドスよ。たほっでやたやうっ。逃げる気だよ。急いで追い。私に任せておけ。私が行く。別人かと思う。貴様だった。まさかナベルの狙いは貴様の仕業か。私に続いて。てりゃ二人で決めちゃうわよ。あなたたちに負けよ。察しがいいな、シャハド。パルミラの誇りを汚そうとしているあんたを止めに来たのさ。邪魔よ。せいやほっさはっていや。このままじゃまずいぞ。早く追いつかないと逃がしちまう。たやほっさやフォーダーの恋人の目がこの投げ殺せるだけ殺してやる。邪魔よ。せい
の先祖。連携するわよ。私に続いて。手が。二人で決めちゃうわよ。あなたたちの負けよ。クロード、さっきはごめん。あなたがためらってるように見えて。いいんだ、お前のおかげで踏ん切りがついたよ。ねえクロード、あのシャハドって人はあなたの？皆まで言わないでくれ、気にしちゃいない。あいつの必死な顔を見てたらつい情が湧いちまっただけさ。俺は自分がもっと割り切れる男だと思ってたんだが、そうでもなかったらしい。だがそれを自覚した以上は二度と同じ過ちは犯さないよ。さあ行こう、みんなが待ってるぜ。クロード、まだまだこの程度じゃ満足できないわ。